吉成神皇は南北朝時代から室町時代初期にかけての南朝の皇族。近世の南朝系図によると、後村上天皇の第六王子で、母は落ちや坂への女、霊勢局とされるが、同時代資料には名が見えないため、神皇の実在自体を疑う説は少なくない。だが、清成将軍。 亀長親王の後を継承して、九州南軍を指揮した後、正々将軍軍とは、吉成親王に否定されるのが、旧来の通説であり、他に有力な遺説も見当たらないため、本校では、五正々将軍軍の辞席を、親王のそれとして記述する。昌平十一年、常時五年頃にわずか数歳で、九州政政府へ下校。親王宣言を受けた後、 昭平24年、王安2年12月夜の河野通直のもとに、派遣され、しばらく所領訴訟の処理などの両国経営に当たる。この政党業は、四国関連へ細川頼りの上落後に通直が、勢力拡大しつつあるのに常時、政政府が、瀬戸内海の登場路を確保するためきとしたものという。文中3年、王安7年冬には、政政府へ戻り、おじ、 亀長新王から、生成将軍職を譲られた。拓馬玄古戦場天寿二年、永和二年夏に、新王は、菊池が丸に報じられて、非前国府へ出陣。幕府方の今川貞世の軍と退陣するが交戦には、至らず、この間阿蘇氏に領事を発給して気球に備えている。両軍はそのまま年を越し、天寿三年。 A は3年1月国府近くの地府、稲田で一戦を交えた。新の王を報じる菊池軍は一族を率いて、奮戦するが、結局大敗を喫して、多数の戦死者を出すに終わり、政政府の体制がいよいよ明らかとなった。戦火を免れた新の王と、ガマルは、筑後を経て、熊部城に退却したが、今川軍はこれを追撃して、日後に、 侵入、さらに8月の鎮税合戦勝利に乗じて、城の攻略を格索した。天寿4年、令和4年9月新能は、武教に報じられて拓馬原で再び、今川軍と一戦を交える。菊池軍は一軸戦して、武教も負傷したが、新能自ら陣頭に立って敵陣に突撃。これに鼓舞された、菊池軍の奮戦で、ついに、今川軍を敗走させた。 もっともこれは、南朝方が勝利を収めた最後の対戦となり、政政府の威勢も長くは続かなかった。宇都城石田馬原で敗戦した今川中州は、天寿五年、攻略元年6月以降しばしば日後に侵入しては、諸城を攻撃し、天寿六年、攻略二年菊池十八街上への通路を塞いで、兵糧の搬入を閉ざし、遠方より包囲する戦法に出た。 新王を報じる菊池氏は、熊部城に牢城を続けたが、講和元年、英徳元年6月中秋の野修を受け、武教の本拠熊部城と新王の在所仙土城は共に、陥落。新王は、武教を率いて、金郊山中の、竹に、西政府を移した。当時の南朝方はもはや水防の色を隠せず、当面。 タに潜んで幕府方の攻撃を避けざるを得ない悲運の中、金長と吉成との間、また、菊池氏の間でも内向が生じるという、末期的要素を帯びていた。ところが、河和三年、英徳三年四月今川方の佐良前来が、基準すると、南日後の南軍が、にわかに活気ついて、勢力を強め、元中元年、四徳元年頃には、 宇ど氏と川尻氏の援助を得て、宇都へ正政府を移転。厳中2年、取徳2年1月島津市と前、来の和睦に続き、2月大隅のねじめしも基準し、南九州の諸市が、相次いで今川方から離反する事態に発展した。なお、新郎は、同年2月に前、来の軍港を称し、彼を、非善守護職に干している。 高田御所跡両春はこれにひるまず、元中三年、四徳三年夏より、うと、川尻領城への攻撃を勧光した。両春が熊、無駄、石山など諸城を攻めている最中、前来は、熊から反撃を加えて、西政府の気球を救ったので、元中四年、四徳四年七月新能はその軍港を称している。これより数年は、両軍もに動かず、 清政府橋橋の昇降を迎えたが、その間には、阿蘇市、縄市との連合を強めつつ、遠く筑後の五条市に通じて、最高の機会を伺っていたのであろう。しかし、今川帝臣が父、両春の命でもっぱら南阿佐攻略に従事するようになり、元中七年、明徳元年九月日前深堀修らの援軍を、引いて、うと、川尻領城を陥落する。 新郎は、竹友と共に、名は秋沖を頼って、八代に逃れ、高田に、正政府を移した。ところが、現中8年、明徳二年帝神はこれを追撃して難進し、八代諸城の攻略を開始。秋沖はこれを防がんと転戦するが、戦況不利にしてかなわず、9月に、新郎はやむなく、今川軍との和睦を結んで、八代城も陥落に至った。 この際、武友は行方をくらましている。吉成新能母墓前で奉納される、浦安の舞厚城陥落後、残る南朝方の根拠地はわずかに、矢部のみとなった。同年10月築後守護、大友近寄らが両親の命で、矢部に来襲するも、五条頼りがこれを防戦して退却させたので、新能はその軍港を称している。一方中央では、現中九年、 明徳三年十月南北朝合一の和議が成立。五亀山天皇は北朝五小松天皇に神義を譲として57年に及ぶ南朝の歴史に幕を下ろしたのであった。この方がいつ九州にもたらされたかは知るよしもないが、親王がなおも政政府の最高を期していたことは、領事に南朝元号である玄中を 継続使用していることからも察せられよう。具体的には、元中十年、明徳四年二月、阿蘇これまさに挙兵を促すべく、日向、文後両主五色並びに、日後や津城、豊田両将を将として与えることを訳し、元中十一年、大江元年十二月、雷治の子に、両領の名を賜って、畜前阿蘇一族の後をあてがい、五条氏を激励した事実がある。 現中12年、王永2年10月大友氏一族という道通るなる、者が矢部に侵入したが、雷治む、菊池氏が活躍して、これを撃退した。新郎は、同月20日付でその軍港を称してよりお宛てに、自筆の感情を与えており、その別筆奥書きから、新郎が、当時なお、矢部大様に陰性していたことが判明する。しかし、これが、 親王の消息を知り得る最後の資料となり、間もなく親王は30代半ばで皇居したと推測される。妻子の存在は明らかでないが、子孫が、日御米両山に入山したとの説もある。墓所は、八飯八部村北八部塩小川の五連社跡とする伝承があり、1878年5月区内省によって、正式に事情された。小川は、 大蕎麦の天下と言われ、今も、龍岩本、三倉、大谷尻、九行坂、剣山平などの小技が残るという。期日とされる毎年10月8日には、墓前で九行歌や浦安の舞が奉納される。一般的に、吉成神皇に否定されている御清聖将軍宮だが、同時代史料には、将軍宮と呼ばれているため、意味名を明記した確実な史料は存在しない。 吉成親王の顔を御清成将軍軍の否定をめぐって、近世には安成親王とする説がむしろ主流であり、伊沢長秀を筆頭に、八木田正名船引鉄門、樋口正樹など、およそ九州の学者らはこの説を踏襲していた。これに対して吉成親王とする説を強く主張したのが、日ご熊本範囲の田中元勝であり、 その著、生成大将軍グープによれば、安成親王との説は、親王が、多罪卒であることから推測した猛説に過ぎず、古本邸を受けずに、鎮西宮として見える吉成親王こそが将軍宮で、あろうとした。この説は、関西雄の、南ム三考院府や藤田明の、生成将軍宮において確定的に継承され、今日の通説家に至ったようである。 もっとも八代国春によれば、古本帝王系図は、元禄五郎の偽作で信頼に値しないといい、また中村直勝のように、吉成を、五村神の御子とせず、金長新郎の着手と推定する見解もないわけでは、ないが、後は四年の、菊池武智申史上に、将軍宮をこと、秘樹昌兵の直祭、ため、古代王五代官とある文言から、将軍宮が、 五村上の御子であることは認めてよかろう。ただ、その意味名は前述の通り資料がなく、かつ、安成以下の障子においても九州に下校した、形跡が確認できないため、消去法的に旧来の吉成親納説を、通説として採用しているのが現状である。黒木の大藤、ありがとうございます。